田代から湯沢に渡す。湯沢から今野へのボール、今野から井出口、もう一度今野、ここは今野が入れていく、シュートから枠の左したけど、まあ、ゾーンで守ってるということは一番ゴールになる確率の低いところだったら触ってもいいよという守りなんでね。山岸から今度へ、今度浮かす、ゴール、オフサイドありません。同点に追いついた福岡、落ち着いてましたね。利き足じゃない右足ですけど、まずは山岸がしっかりとボールを収めることができたと、でシンプルにディフェンスの背後に正確なパスを落とすことができたということですね。石川にしても非常に判断が難しいんで、前に出たけれどもちょっと間に合わないと。秋元と小泉、ああ小泉のところ、今度がいてボールを奪った、今度切り返す、まだキープ、今度に渡す、ここは秋元戻る、追い越していく動き、湯沢が見せていますが、そちらは使わずに自分で中に入っていく、今度そしてシュートだー、狙っていきました。味方はこれうまく使いながらですね、裏の守備の芝人と秋元の間をうまく入ってきましたよね。コース取りも含めてフィニッシュの選択も良かったんじゃないですかね。まあいい形で点も取ってますし ね、 そうですね。このボールをまた中島翔也、田代のクリアボールですね。芝人かい、スマート、ここは入れ替わって前、そして今度に渡していく、今度前、そしてルヴァンカップの決勝は2対1福岡勝利、そして今日のこの対戦61分から2分というところで今福岡が1点リードしている状況です。さあ後ろからつないでいこうというところ、さあ高い位置で取った、そしていった、今度高い位置からのプレスから取りました。福岡まあ、これ背中向きで芝田が受けたんでね、なかなか視野確保できてなかったですから、ディフェンスとしてはね、福岡のディフェンスとしては一番ディフェンスしやすかったとは思いますけど、前がやっぱそこ伸ばさなかったですよね、はい、あとはしっかりゴールキーパー見て、ゴールキーパーが倒れるところを倒れた上ですよね、非常に自信持って蹴り込んだんじゃないですかね。